久保さんいや、今年も終わっちゃいますね。早いですね。11月もね。もうあっという間に終わったらもう12月ですよ。いやー、12月になったらですね、プロダクトロンチしますよ、久保さん。<laughs> 1ヶ月かけて、プロダクトロンチ。1年に1回のね、ドリームアカデミアの大大セールスをね。えー、今回ね、40万値上げしますからね。40万値上げするんで、まあ、最後の一世一代の大イベントですね。 40万値上げした後はもうその後はそんなにないのでもうあの今回がラストのフィナーレですねドリアカセールス大々的にやるのだから今後は1年に1本ドリアカのセールスをするみたいにしたいですねまあでもね1年に1回は大々的にプロモーションしてもいいのかなって1年に1回ぐらいはね <laughs> うんそうでまあ今回のテーマはねビジネスのセンターピンですねビジネスのセンターピン ビジネスする上で一番大事なことをみんな,なんか理解してないんですよね。でそれ何かっていうと久保さんがすごかったのが要はあのいろんなところに、ね、自分を、ね、CM しに行く要はまず認知してもらう知ってもらうということで、まあ、いろんなところに入ってね広島の久保ですとかね。 広島の久保なんですっていうね、そっか塾の久保ですみたいなのやってましたけど、それをね、やっぱやっていた。まず、知る認知、そして興味、そして、まあ、信頼というかね、共感信頼とかね、まあ、そういうフレーズに入っていくるんですけど、まず、まあ、大企業もずっとやってますけど、PR 活動ですね、うちの会社こんな製品作ってますよ、うちの会社こんなんですよっていうことを言わないと、知られないんですよね、そもそも。 だから例えばね、あのー、日本全国でめちゃめちゃ美味しい食材を作っている農家さんっていると思うんですよ。でも知らないですよね。知ってます知らないんですよ、みんな。多分ね、あのー、隠れた名店もあるだろうし、あのすごいいい食材もあるけれども、知られてないんですよ。で、知られてなければ売れないってことですね。 うん、じゃあビジネスで一番ビジネスで売り上げを作っていく上で大事なことっていうのはまず PR 活動を知ってもらうってことですよねであとはそこに興味性を引かす,引かすだったりとか、えー、なんだ 共感をするとかね、あのまあそのまあ、フレーズの段階ありますけど、まず知ってもらうってことが大事なんですよ。じゃあ、そのためには何をしなければいけないのかっていうと、お金を使わないんだったら、お金を使わないんだったら、圧倒的に露出していかないといけないんですよ。無料を使って。でお金を使うんだったら、今すぐ今日から広告をやれってことです。っていうか、露出しない限り知られないんで、買,買われる可能性ゼロなんですよ。 顧客リストを獲得できる可能性ゼロなんですよ。ね。だけどみんな、そこのセンターピンが分かってないから、なんか、これを勉強したらやるみたいなね。えー、とにかく、とにかく露出です。とにかく露出。うん。ただし、僕とかのやり方に関しては、1本あたりの露出が少ないので、じゃあ1万6000本って話なんですよ。わかります ?1 本あたりの露出は少ないから、じゃあ、 1>, 1万数をこなす。ただこれだけです。まあ、あとは久保さんみたいな戦略で、例えば、あのー、これね、僕の方にも書い,た書いたような気がするんですけど、例えばその、自分がね、Facebook を始めたばっかだとするじゃないですか。じゃ友達全然いません。だけど、もうすでにね、5000人とか友達いけるところはあるんですよ。じゃあ今、久保さんのね、Facebook に毎日投稿したら目立ちますよ。コメントしたら。 しかも、しかもね、僕が多分ね、情報詳細完全バイブルでも書いてあるんですけど、多分ね、書きましたね。多分、仕組み変わってないと思うんで、仕組みがね、あの僕当時やってたのって、なんだっけな、あの僕、僕裏方でやってたので、僕の存在を知られてないんですよ、ほとんど。ね。 だけど、僕が表に出るってなった時に何したかっていうと、もう久保哲郎にあの乗っかりましたからね。僕が逆に。なんかね、写真をね、投稿してたんですよね。写真投稿してたのが多分ね、あると思うんです。あ、これだ。これ。こんな感じです。多分、Facebook の仕様が変わってなければ、こういうふうにあの PR できます。写真投稿したらね。これ絶対目立つじゃないですか。ね。じゃあ、僕、友達ね。 あのごあのいないですけどあの最初はいなかったわけですよねだけど友達がいるところにでもねあまりにもその関係性が浅くて写真投稿するとちょっと微妙ですけどまあもう久保さんとかは知ってるので、うん、あこういうふうな工夫をねしてましたね、うん、友達がたくさんいる人に対するコメントの仕方しっかり書いてあるねうん コメントの書き方どうやったらコメントフェイスブックグループに参加するフェイスブックから見込み客リストを集めるいやでもねやってる人いないですねこれね、うん、いやこれ結構書いてあるよな 結構これ、今よ、僕、あんまもう自分で読み返してないですけど、うん、なるほどね、書きましたね。これもう4年前なんで、うん、大事なことはお、あのお金を使えるんだったら、今日から広告を出せでお金を使いな。お金を使えないんだったら、今日から無料の媒体で発信しろっていう、もうこれしかないです。 てか、今日、今日何も露出してないっていうこと自体がもうビジネスじゃないんです。てか、今は無料でね、露出できるわけですよ。昔はね、例えば、新聞の広告にかけるとかね、折り込みチラシに行くしかなかったんですよ。じゃあ、それいくらかかりますっていう。日経のその新聞のね、ここの枠、いくらですか ?10 万、20万、30万しますよ。てか、そこに露出しなければ、あの知られないので。 みんなそう、最初、それをするしかなかったんですよ。でも今は無料のプラットフォームが腐るほどあるので、そこでいくらでも露出できるわけじゃないですか。ねだからで、でも、でも、それをやんないんですよ。だから今回、あのー、僕はあのマフィア D みたいな企画でね、マンツーコンサルの企画でちょっと募集して、まあその、もう初回セッション終わったりとかしてるんですけども、やっぱね、そのセンターピンがね、できてないんですよ。圧倒的に <laughs>。 圧倒的にセンターピンできてない。うーん。だからね、それじゃあ、まずそもそもあなたのこと知られてないとどうやって売るのっていうね。無理ですよね。知ら、知ら、なんか世界中にいろんな商品ありますけど、知ってるものしか買えなくないですかそもそも論として。知らないものをどうやって買うんですかまあ紹介とか別ですよ。 ね知らないものどうやって買うんですかってアクセスもしようがないだろうしそもそもその商品名もわからないしその商品がどういう内容なのかわかんないしサービスの内容もわかんないしサービス名もわかんないわけじゃないですかですよね買いようがないですアクセスしようがないですうんでもみんなここをね理解していないというかまあ、ビジネスやったことがない人が多いのでまあ、しょうがない部分ありますけどだから逆に言うと久保さんはやっぱその なんだろうな、リアル店舗をやってて、マージャン店をやってて、やっぱ広告を出せなかった。ここにやっぱね、一つのなんかフレームがあるんじゃないかな、前言ってましたけどね、そのマージャン店は広告出せねえっていうね、そう、<laughs> 出したくても出せなかったっていう。でも今ほんとね、すごくありがたいことで、無料でいくらでも露出できるんで、それを使い倒すってことですね。であとは僕が広告,広告を使わない理由は、その組織でやっていない。 会社で大きい規模の年賞100億とかね、年賞200億とか、年賞1000億を目指してないので、もうそれぐらいの規模だったら絶対広告使わないと無理です。てかダメです。そこを目指すんだったらね、年賞10億でもいいでしょで。そこを目指していくんだったら広告は絶対使うべきです。うん。だけど、一人で飯食っていく、一人で自由を得る,ため得るんだったら、絶対僕は無料をお勧めします。 でなぜ無料をおすすめするかっていうとまず YouTube の場合は資産がたまる、どんどんそのストックされストック型コンテンツなんでだからそのうん自分の時間軸が変わっていくしさらに言うとその結局、無料と有料ってああのほぼ変わらないんですよだつまり無料を作り続けると何が向上するのかっていうと自分のスキルが向上してなおかつ有料の商品も良くなるんですよ。 特にコンテンツビジネス、僕が教えてるコンテンツビジネスをやるんだったら、無料をすごくやりまくったら、有料も良くなるんです。そりゃそうですよね <laughs> そ。そうじゃないですか <laughs>。だって、無料も有料も話してること,と一緒なんで。じゃあ、無料の質が上がれば、有料の質も絶対上がるに決まってんじゃないですか。え、良くないですか <laughs>。自分のスキルが上がってるんで。うん。だから、あのー、僕は一人で生きていくためには、 生きていくんだったら無料を徹底的に使いこなすその裏側にあるものっていうのは自分のスキルを徹底的に磨き上げるで徹底的にスキルを磨き上げることによって有料も良くなるつまり顧客満足度が良くなるってことですリピートしてもらえる有料がクソだったらリピートしてもらえますリピートがないビジネスはビジネスじゃないですからねもう一度言いますリピートがないビジネスっていうのはビジネスじゃないと思います それは安定的に、まあそのね、単発で、ね、目先の今月だけ売り上げが欲しいって、ね、売り逃げするとか、ね、それはちょっと別なんですけど僕が教えているのはもう中長期ロングでずっとリピートもあってロングで安定的に一人でも飯食っていけるっていうものビジネスなんですよじゃあその安定的にビジネスをこスキームを作る上で商品の内容がクソだったらさすがにもう1回買おうと思いますか であと、これもそうなんですけど無料の、無料で話してる内容がクソだったら、もう一回見,見,見ようと思うかって話なんですよ。だから、つまり、無料の質を上げることによって、有料の質も上がるし、無料の質を上げることによって、もう一回無料を見ても、もう一回無料を見てみ見ようみたいなね、聞いてみようってなるし、だからつまり、全部が相乗効果になるわけですよ。っていうことを、なんか理解してない人が多すぎるっていうね、<laughs> なんでかなと思うんですよね。 うんまあ、それはまあ先ほども言った通りビジネスを、ね、勉強していないビジネスをやっていないからっていうのもあるんですけども僕はもう本当に一人でやっていくんだったら無,無料を徹底的にやるっていうことですね広告一切使わないっていうだから僕広告一切使わない昔はねその会社でね年商何億だみたいにやってたんで広告やってましたよ広告やってたけどそれは会社でやってて大き,大きい規模でやってたから広告はもちろんやらないといけなかったんで あのやってましたけど、今ね、やってないですからね、4年間。うーん。てか、これからもやらないで、やらないでも売り上げ作っていくっていう。じゃあ、やらないでね、あとね、広告をやらないで売り上げを作っ,てなる作っていくってなると、集客をしないといけないわけじゃないですか。広告は今日お金出して今日集客できるんですよ。申しますね。広告の場合は今日お金出して今日集客できるんですよ。だけど、無料の場合はそうはいかないですね。 だから頑張るしかないですよ。で、頑張ればスキルアップするじゃないですか。<laughs> 有料の商品も良くなるし、うん。で、無料の質の話してるトークスキルが上がっていけば、また聞いてみたいな、この人何なんだろう。確かにこの人の言ってること、なんかちょっとな、なんか面白いなってなるじゃないですか。うん。だから、最近思うことが、あ、そうそうそう。だから、あの、ファーストセッション終わって、実際言われましたよ、僕。 そのの有料のね高い今回、その高い商品を売ったんですけど、高い商品を買ってくれた人の中で、僕、毎回聞いてるんですけど、なんで僕だったんですかなんでいっぱい数ある中で僕を選んでくれたんですかって言った時にその話を聞くと、話を聞くと、吉谷さんの話は、的を得てて、なんか本質をついててっていうことを言ってくれましたね。じゃあ、もしそれを感じてくれなかったら、有料に行ってないんですよ、その人。しかも今回、高額でしたから、案内したのが。 じゃあそれもなんでそういうふうに思ってもらえたのかって話なんですけどそれは僕がもうずっと台本なしの即興でずっと話し続けてきたでなんで台本なしで即興でずっと話し続けることをやってきたのかっていうとそれは未来を想定してたからです即興でもうアクティブにもういくらでもいい話がいい話かどうかは聞いてる人がジャッジするんで分かんないですけどその即興でバーってやればもう無限度にキャッシュを作れると思ってたんで だでも最初は無理ですよ。最初は無理なんだけど、自分が将来的にどういうふうなポジショニング、立ち位置になりたいのかっていうのを想定して動いてました。で、それ4年間ですかね。僕が表に出始めて4年か経ちましたけど、だいぶ昔に比べると喋れるようになりましたよ、本当に。しかももう毎回全部台本なしですから。うん。だからテーマ、単,単語レベルでね、テーマが、なんか単語があればいけますね。 な努力について喋ってください。もういくらでも喋れますね。<laughs> とかね。なんかその単語でもいいです。テーマでもね。それがあればいくらでも喋れます。ってなったのも、その積み上げをしてきたから。じゃあこの積み上げをもっとすればどうなるかっていうと、結構もう無敵なんじゃないかなと思うんですけどね。<laughs> もう無敵ですよね。だから僕なんか今日、今日商品作って今日売れますから。だから普通のビジネスじゃ考えられないですよ。 今日キャンペーン考えて今日そのキャンペーンの商品作って今日売れて今日売り上げ作れるんですよこれってすごくないですかでもその地盤は必要ですよだから顧客リストが一番最初の話に戻すと顧客リストゼロだったらそれは無理ですよだから最初 PR 活動しないといけないよねって話でだからこれは先月か先月のドリームアカデミアでも PR 活動っていうところであのフォローアップ勉強会で毎月提供してるやつで PR 活動の話しましたけどね うん、まあそんな感じでございます。な、は、ん、い、か久保さんはね、PR 活動ね、めちゃくちゃうまかったですね、はい。でもこれね、普通に考えて、企業もみんな PR 活動やってますからね。だけど、CM を見ても、これ PR してるっていう感覚で見てないんですよ。ただ垂れ流しで CM 見てるだけであって。なんで金払ってまで、ね、高い金払ってもやってんのかって話なんですよ。 だって昔なんかね、なんかね、CM で見たんですけど、社名変更しましたっていうね、CM 流してる会社がいて、すげえなーと思ったの、ね、もう買ってんな、この会社、みたいなね。社名変更しました、言うてね、それだけですよ。すげえなーっていう。<laughs> めちゃめちゃ大金払っとるな、みたいな。うん、どうですかね大。大企業とかは社名を変更しただけでも、その社名をね、知ってもらうために PR 活動してるんですよ。 社名ですよ <laughs>。社名を書いただけで、ね、めっちゃ高い金を払ってね。まあ、テレビ CM 枠いくらか分かんないですけど、何千万でしょうね。それ払ってるんですよ。社名変更しましたという。それだけでいっ何千万。すごいですよね。うん。だ僕たちっていうのは、そんな何千万もね、あの多分だだ出せる人はまあまあいないと思うんで、<laughs> 無料を使い倒せばいいんじゃないかなと。もちろん、あの大きく、 やっってていいいいいきたうう場合は広告を出せばいいと思うんですけどでも、広告に関しては、ぶっちゃけ言うと、コンテンツ力は上がんないです。うん。上がるわけないですよね、コンテンツ力が広告の出稿出稿してコンバージョンを上げるっていう、なんか、なんちゃらは上がるかもしれないですけど、そもそもの商品力、コンテンツ力、トーク力は上がんないですよ。だから、中長期考えて、 何が大事やねんっていうところ考えてポイントポイントで考えてやらないとダメだと僕は思いますうんだビジネスを大きくしていくんだったら広告をどっかの段階で入れるべきだしポイントポイントでねで僕はあの大きくしていかないので自分の個人が自由に生きていければそれでいいとねっそうやってますんで <laughs> そうもうね絶対従業員雇わないし絶対 絶対バイト雇わないですね。絶対バイトも雇わないし、従業員も雇わないって決めてるんで、己一人で行くっていう。でも、己一人なんだけど、もはや僕のクローン人間が1万6千人いるんで、まあ、なんとかなるか。まあ、これから100万人ぐらい作っていくんで、まあ、なんとかなるかなっていう。<laughs> まあ、YouTube の赤番食らっても、またなんかアカウントでまたやりますから、大量に <laughs>。そう。一回僕赤番食らってる人間ですからね。うん。まあ、そんな感じで、結構熱く、結構長くなっちゃいましたね。 結構ね、有料級のまた話したんじゃないかな <laughs> まあいいや、いってらっしゃい